は、かちもりひまひまです。かちもり、イエーイ。一世の最高でちゃひまひまです。今回はですね、皆さん、私はあと2ヶ月でなんと SJK になります。高校2年生だよ。早いよー。早すぎるよー。なんか気づいたら生まれてからもう16年経ってました。気づくの遅すぎ。ということでですね、今日は、もうすぐ高校2年生になる高校1年生ひまひまの最後の、多分ほぼ最後、NG なし質問コーナーやっていきたいと思います。本当に質問コーナー、NG なしすぎて、今回、今まで答えたことのない質問もありますし、結構際どい質問もあるのよ。だからぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速ですね、NG なし答えちゃうね。キャー、結構やばいと思う、今回は。いや、ぶっちゃけるからね。ぶっちゃけます。ちなみに質問の数的には、1、2、3、30個ぐらい、多分30個以上あるけど、ぐらい答えていきます。では、用意、スタート！まず一つ目、一面の数。一面はね、今のクラスは、一面っていうのがあんまりなくって、ないのよ。そう、ないの。で、クラスみんな女子は仲いいって感じだから、ほんとみんなで仲いい感じだから、ほんとに一面とかはないけど、その中でも特に仲いい子とかはいるかな。だから、ってなると、二人でよくいるけど、でもクラスみんなで仲いいから、教室移動とかもクラスみんなで移動する感じです。次、学校楽しいですか？おー、際どいかな？どうだろう。楽しいです。普通に学校は楽しいし、うわ、明日も学校行きたいって思えるような学校だと思います。ただ、土日はね、まあさすがに休みたいなとは思うけど、うん、でも、普通に学校は楽しいし、行きたいと思うよ。まあなんか、行きたくないって思ってる瞬間もあったけどね。次。携帯の裏何挟んでる？じゃーん。バービーのステッカー。かわいいでしょ？これアイフェイスなんだけど、これに挟んでます。かわいいでしょ？なんかね、友達と撮ったプリとか挟んだりもするし、結構いろんなもの挟むんだけど、結局はこのアイフェイスの透明が勝ち。最近ね、気づいた。次、お小遣いってあるの？とか、どういう制度でお金もらってるの？っていうのもあったんだけど、これに関しては、お小遣い制です。あのね、高校生からお小遣いをもらい始めて、で、どちらかというと、お小遣いなんだけど、うん、私は別に、友達とよく遊ぶかって言われても別にそうじゃないし、あんまり使う場面がないから、お小遣いもらっても、まあ、貯める感じにはしてるんだけど、ただ、一応、お小遣い制です。だから、例えば、私は、高校卒業まで、こういうお仕事でいくらもらっているとか、もうそういうのもほんと知らないし、YouTube を通して、どうやってお金が、どのように動いてるかとかも、まだわからないから、卒業してから、パパとかに教えてもらうんだけど、なので、今のところは全然そういうのもわからないです。だから、お小遣いをただただもらってるっていう感じです。でも、高校生になってやっぱ友達と遊ぶ機会も、一応増えたのよ、やっぱり。普通に土日とかにも遊んだりもするから、そういう時にお小遣いは使ってるよ。結構使っちゃうね。次。学校ではどういうキャラ？これもね、めちゃくちゃ来てたの。わー、自分でわかるかな？どういうキャラだろう？中学の時の友達に、がなんか自分は妹キャラ高校じゃって言ってたから、え、じゃあひまも妹キャラなのかなと思って友達に聞いたの。さ、うん、ひまちゃんは変人キャラって言われて、えと思って、なかなかそんなことないじゃないですか。ひま変人キャラじゃないと思うよ、さすがに。いや、何キャラなんだろう。ねえ、学校のみんなひま何キャラ？多分ね、真面目キャラだと思う、結構。うるさいのかな、ひまって。え、何キャラか聞いてみるね、今友達に。今、YouTube で、質問コーナー撮ってる。さ、え、記録早っ。なんだけど、ひまって、何キャラ？聞きました。聞いた。え、何？うんうん。ね、できた。何キャラって言うんだろう。何？ゆるキャラ？ちょっとおかしいおかしい。意味がわからない。意味がわからない、本当に。YouTube 撮りながら。嘘嘘だって。嘘嘘かーい。癒しだって。え？癒しキャラ？癒しってきたんだけど。癒しキャラだってさ。可愛いキャラだって。ガチ？ありがとう。YouTube で使わせてもらうね。はい。ということで、学校では癒しキャラ、可愛いキャラ。
うん、だそうです。あと頭いいだって。あと頭いいキャラだそうです。ありがとう。次、リア赤のストーリー赤投稿する？投稿頻度とか気になる。あ、意外とたまーにする。リア友のストーリーでしょ。学校の子しかフォローしてない、一応ほぼ見る線のアカウントっていうのはあるけど、でも全然投稿しないかも。たまーに投稿するかなぐらい。投稿頻度は月1ぐらい。次、結局顔がタイプじゃないと好きになれなくないですか？え、これに関しては今はそうじゃないと思う。いや、でもごめんなさい、今ちょっと言い方めっちゃ気持ち悪かった。今自分で今思った、ごめんなさいね。まあ、実際顔がタイプなことよりも最高なことはないですよ。ただ顔がタイプじゃなくても好きになれることはなれるけど、ただ顔がタイプの方がもっともっと好きになれるよねっていう感じだよね。次、え、何歳ぐらいまでに結婚したいですか？これに関しては35ぐらい。意外と遅いと思う、今は。うん、そんな早くなくていいかなって思ってるから30、35ぐらいかな。次、ひまちゃん、ずっと応援してます。ありがとうございます。 MBTI 教えてください。ひまは ENFJ です。主人公タイプってよく言われてるけど、うん、ENFJ。 あのね、特徴とか聞くともう当てはまりすぎて、これひまなんじゃないかなって思います。まあ、ひまなんだけどさ。次、正直高校にイケメンいる？とか、クラスにかっこいい人いる？とか、学校にかっこいい人いる？とか、めっちゃ来てたのね。正直に言います。います。そりゃそうだよ。そりゃいるよね。そりゃかっこいい人いますよ。なんかすっごいお顔が整ってるなって思う方もいますし、うわ、この方もう芸能界いるだろうぐらいのかっこいい方もいますし、もう全然います。次、学校の男女比どれぐらいですか？私は1対1ぐらい。本当に半分半分です。だから、よく、ちょっと逆ハーレム状態。ハーレム状態とかあるけど、半分半分ですね。次、ファンと付き合うのはあり？これね、どうなの？わかんないけど、なんかどういう状況かにもよると思うんですよ。私が思うのは、例えばもともとファンでいてくれた方と同じ学校になって、同じクラスになって、友達になって、で友達からめっちゃ仲良くなってみたいなことはもしかしたらなくはないかもしれないけど、どうだろうね。まあ、だからそういうさ、順々にもやりますよね。もともとファンで今では実はもう友達になっててとかはあるかもしれないですね。で、そうそう、よく来るんだけど、公式アカウントにひまひまさん好きです、付き合ってくださいとかよく来るんですよ。それはごめんなさい、本当に。ね、あのね、なかなかね、見たこともないからね。そういうのよく来るんだけど、そういうのごめんなさい。次、元彼何人？ゼロ。学校でよくする髪型、よくする髪型は二つ結び。もうほぼ毎日二つ結びかな。だからこんな勝ち盛りとかはしないよ。次、過去最低点数と過去最高点数テストの、これもぶっちゃけるね。高校入ってからかなは、これ結構すごくて、これ本当に言ったことないんですけど、最低点数は多分確か34だった気がする。チリかな、34取りました。もう最悪だよね。めっちゃ難しかったもんだって。で、最高点数が、一回でも先生がテストのほぼ作りミスぐらいな感じで、簡単に作っちゃって、で、平均も結構高かったけど、なんと100点取りました。え？って感じですよね。はい。自分でもよくわかんなかった。次、ひまるの動画上がる予定ありますか？これに関してはなんだけど、りんちゃんとはめっちゃ仲いいし、でも LINE はしないの、うちらって。なんかわかんないけど。でも、2ヶ月 LINE しないで急に暇でしたりもするから、本当によくわかんないんだけど、一緒親友だし、冬休みも遊びに行ったんだけど、なんだけど動画ってなるとやっぱ、りんちゃんので高校とか、高校になるとさらに厳しくなっちゃったりもしてるし、ってなるのもあるし、りんちゃんの学校の関係もあるから、まあ、TikTok とかわかんないけど、YouTube ってなってしまうと、まあわかんない。まだわからないけど、高校上がってからは、もしかしたらあるかもしれないです。ただ小学校とかはね、ちょっと一緒の学校だったっていうのもあってね、そういろいろ取りやすかったんですけど、高校になっちゃうとね、難しいんですよね、いろいろ。次、今の担任の先生はどう？めっちゃいい方。やばい。こんないい先生いるのか、世界中に。どこを探してもいないんじゃないか、レベル。え、これ、ほんとね。本当にいい先生すぎて、なんか教室の飾り付けとかももちろんなんだけど、生徒愛が強い。とにかく、それはすごくすごくいい先生です。優しいです。次、最近何時に寝てる？最近やばくて、めちゃめちゃ遅い日は、4時。4時です。めちゃめちゃ遅い日は。
ただあのごめんなさい、4時とか言っときながら、その頻繁じゃなくて月1ぐらいで4時があるぐらい、だいたい2時、2時から3時の間には寝てます。ただそれぐらいだね。次、疲れた時の対処法は何ですか？これは甘いものをいっぱい食べて、美味しいものをいっぱい食べて寝る。もうこれに尽きる。一回やってみたいと思います。チュン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 チュルチュン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 チュルチュン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 っていう、もうこういう音が流れちゃうぐらい、もうこれは最高の対処法なので、ぜひやってみてください。次、おすすめのプリンのポーズ、こんな感じ。次、本名を公表する予定はありますか？あります。意外となんかね、あるんですよ。これ NG なしだから本当にいっぱい答えるんだけど、例えばひまひまっていう名前は一生持っていきたいんだけど、ただひまひまって言って本名を出すみたいなのがすごく憧れるんだよね。だから本名を出すか出さないかって言われると、出す予定が一応60、50から60、半々ぐらい、まだちょっと多いかなぐらい可能性は、で出さない可能性が 40%50%、 まあそれぐらいなんだけど、出さないならちょっと名字だけ変えるかなと思うし、ひまりっていうその名前の漢字だけ変えるとかかもしれないし、わからないんだけど、本名はもしかしたらいつかは出すかもしれないです。二十歳とかかな、わかんないけど。次、教室聞いてる予定はありますか？ないです、ごめんなさい。ない。好奇心はすごくありますし、なんか寝たいなって思う時もあるんだけど、そうだね、うん、なんか今教室聞いててもさ、話せない。初対面の男性の方と話せないんだよねっていうのがあって、出れる予定はないです。次、大学はもう行きたいとこ決まってる？お仕事する？大学は行きたいところはなんとなく決まってるかな。自分の中でここ行きたいな、ここ行きたいなっていうのは何個かはあるし、何系行きたいなっていうのもあるから、まあそのために今頑張ろうかなと思ってます。次、これやばいよ、際どい。好きな人いますか？好きな人いる？好きな人いる？これもうね、もう質問の半分以上がこれ。これ本当にいい？言って。本当にこれね、過去で言ったことがないし初めて言います。まあ NG なしだし発表します。好きな人は、気になる人はいます。で、好きな人が何かわかんないんだよ。けど気になる人はいると思うよ。はい、次。ひまひまちゃんはそういうタイプだからね、あのすぐ流すっていう。気になる人はぶっちゃけマジでいると思います。うん、でも好きな人はって言われるとわかんないかな。好きまでは言ってないかな。どうだろう、難しいね。一旦おさきちゃんに聞いてこようかな。次、ぶっちゃけ自分のこと可愛いと思ってますか？可愛いとは本当に思わなくて、もっと自信持てよとか思ってくれると思うし、みんなが可愛いって言ってくれると、わあありがたいなって思うんですけど、やばい、自分可愛いとは思わないかな。普段と比べて漏れてるなとか、今日写り良くないとかはあるけど、可愛いって思うことはあんまりないかも。でも可愛いって言われて嬉しいし、あ、可愛いって思ってくれる人もいるんだ、嬉しいって思うけど、なんかね、自分で自己肯定感低いんだよね、結構。そう、だからもう上げてこう、みんなで自己肯定感。よし、自己肯定感爆上げ委員会作りますか。ちょっと今度作るね、みんな加入してね。次、自分の一番努力したなって思うところ、顔面とかで言うと顔の白さかな。どうだろう、あの日焼け止めを絶対に毎日塗るようにしてるから、そこは努力した気がする。顔とかそういう見た目系じゃなかったら、もう本当に受験の時はめちゃくちゃ努力しました。頑張ったよ。で、最後、友達と大喧嘩したことある？ない。大喧嘩する前に謝っちゃうかな、絶対。友達とだったら、私大喧嘩っていう大喧嘩ない。あの友達がめちゃくちゃみんないい子だから、大喧嘩は本当にないです。うん、だし、もしも大喧嘩になりそうだったとしても、友達もそうだし、ひまも謝るから、お互いに謝ってって感じで全然ないです。はい、ということで、これで以上でーす。いやー、どうです？結構今ぶっちゃけたと思うんだけど、今回の NG なし質問コーナー。いやー、これぶっちゃけちゃった。ぶっちゃけすぎたよね。まあ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 、たまにはね、こういう回も必要ということで、今回はこんな感じで、ひまひまの、FJK 多分最後の NG なし質問コーナーをしました。みんな、もうね、本当にたくさん
の質問ありがとうございました。もう今ね全部に目通したんだけど、本当にねいろんな質問くださってめちゃめちゃ嬉しかったです。また質問コーナーするからぜひみんな見てね。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。楽しかった、質問コーナー大好き。